が2打席目です。ワンアウトでランナーがありません。今時刻は7時を回っています。序盤からこんな立ち上がりになろうとは夢にも思いませんでした。ゲームが激しく動いています。落合が倒れてます。今日2打点。今形がちょっと高塚さん、はい、おかしかったですね。これね、内転筋を僕はね伸ばしたと思います。そうですか、はい、この今のプレーです。足の運びがちょっとおかしいですもんね、グラブの出し方という。その後また滑りましたからね、足が。はいはいはい。これでちょっとすぐ足を押さえてますが、右足の付け根。長嶋監督出てきました。鈴木さん、これはちょっと苦しいかもしれませんの、内はね。ですね、動きに一番大事なところですからね、はい、今日は落合は先制のホームランの後、3回にはライトのタイムリー2打点。いかにも主砲らしい活躍をしております落合ですが、長嶋監督が駆け寄ります。普通に顔を歪めております。これはもう敵味方離れて、辰川さん、これは落合にこのままプレーを続けてほしいという気持ちがありますけどね。欲しいですね、いいゲームですからね、これね、はい、これからおそらく治療すると思います。中断いたします。落合は治療するということであります。場内アナウンスがありました。土曜めいております。お知らせをご覧いただきます。